本日は2023年11月20日で、今深夜の23時20分ですね。神奈川県川崎市川崎区、今大師医療金所ですね。まあ特に何があるかは分かんないんですけど、とりあえず、横浜方面に向かいたいと思います。速度20キロ以下です。何かあればお伝えしたいと思います。やっぱ23時過ぎるとなるともうガラガラですね。まあとりあえず油断はできないんで、まあ、特にこういう合流ですね、これは気をつけます。あ、車来てるからハザードで入れてもらいます。入る前にハザードをつけるのがもうほぼ鉄則ですね、首都高は。そうすることによってもう、まあもちろん煽りを受けることもなく、もうほとんどの人はもう 99% の人はもう入れてくれますからね。もう初めの段階で入る前からハザードつければ、まあ法律上的にはまあ基本的にね、あの非常点滅灯っていう名称ですので、そういう時に使っていいものではないんですけど、まあやっぱりドライバー同士でね、こう安心して運転するためにはそういうもう何会話ができないんで、譲り合いっていうことでハザードを使うのはいいと思いますね。トラックは多分もう透明に行くんでしょうね、多分。私はとりあえず湾岸線方面に行きます。まっすぐ行ってもよかったんですけど、まあいいや。空いてていいっすね、この時間は。こういうなんか照明っていうかライト、まあ、特にジャンクション付近ですよね、こういうライトアップ、まあなんか綺麗ですよね。で、あ、結構やっぱ LED 化してる、この辺なんかもう LED 化してるんで、やっぱこんだけ明るいですね。明るい上に多分電気代も節約になってるんだと思いますね。これでまあね、事故が減ればいいですね。スムーズに左中浦到着です。特に何もなかったですね。利用料金は1150円です。現在2023年11月の21日で午前1時16分ですね。
20日から21日に変わったばっかりで、今国道357号線湾岸道路ですね、神奈川県横浜市金沢区で、今かもうこの時間っていうのは首都高深夜割引適用されてますので、実際料金どう、まあ、その深夜割引体験ってことで、今から幸浦から乗りたいと思います。浮島ジャンクションまで25分って書いてありますね。こんばんは。じゃあこれをしばらく走りまして浮島まで行きたいと思います。でここで ETC、入場記録が入ります。今の時刻は1時17分ですね。じゃあしばらく走ります。先ほどですね、浮島までっていう風にちょっとお伝えしたんですが、京成で横羽線の大師出口ですね、高速神奈川1号横羽線の大師出口になります。先ほど行きで大師の料金所を通りまして、で幸浦で降りてますので、その時の料金とまあ比べるということで、これだけの差がありますよっていうことで、検証したいと思います。で鳥浜町本線料金所、これ速度20キロ以下で通過します。はい、通過です。じゃあこれを国道357号線じゃないわ、首都高速湾岸線ですね、この下が国道357号線、湾岸道路になってますが、高速湾岸線をもうひたすらずっと走りまして、途中で横羽線に入りたいと思います。じゃあしばらく走ります。さすが深夜ともなればもうガラガラですね。まあそんだけ要するに交通量が少ないんで、料金を安くすることによって、まあなんだろう、昼間というか通常の時間のまあ交通量を抑制するために夜中を安くするというまあ深夜割引を行ってますね。まあ、東名高速道路とかではね、結構深夜0時待ち問題つって結構問題になってますけど、首都高はまあ距離がね限られてっていうか、そのすごい長距離でも2000円もしないので、そこはまあ深夜0時待ちになるっていうほどではないのかもしれないですね。大型トラックとかね、東名高速とかすごい長距離から来たドライバーさんにしたらね、やっぱそんだけ料金が変わってきちゃうんで、24時過ぎてでも、ま、待つっていうことしますけど、まあ首都高はねそこまで料金がさほど変わるわけではないので、そういう問題までは発展してないですね。いや、とりあえずは神奈川県川崎市区の大師出口を目指してひたすら走ります。浮島ジャンクションまで15分って書いてありますね。まあそっちの湾岸線のそっちの方には行かないので、途中で横羽線に入ります。まあ時間的に同じぐらいじゃないかなと思いますね、浮島と大師出口。まあ、気持ちちょっとあれなのかな、左側っていうか、こう湾岸線はひたすらこの道路まっすぐ行くんですけど、横羽線は途中でねちょっとまあ大黒線通るのか、まあ同じあれか、大黒線通った方がいいかな。行きん時も大黒線通ってきたんで、じゃあ同じ高速神奈川5号大黒線経由で生麦ジャンクションから横羽線に入るルートで大師出口まで行きたいと思います。
じゃあ今本牧ジャンクション通過しました。とりあえず横浜ベイブリッジ渡ります。もう超スイスイですね。まあスイスイだからっつってあれですよ、油断はしてませんけどねとりあえずはまあ安全運転をしつつも最終的大出口目指して、確か行きん時は1150円だったかな、大師入り口から高速湾岸線の幸浦まで。で今度逆走ってますからね、今高速湾岸線の幸浦から入りまして大師入り口を今目指してます。車線減少するから今トラックが入りましたね。ちょっと譲りましょう。まあ深夜っていうのはねこういう感じでもう工事っていうか規制多いんでね、とりあえずまあ注意が必要ですね。自分もそうですし他の、まあ、トラックないし他の車の動きもねよくちょっとやっぱり確認しながら運転した方がいいですね。じゃあ横浜ベイブリッジ渡りました。今神奈川県横浜市の中区から、鶴見区に入りますね。ベイブリッジ渡ると鶴見区に変わります。そしてその先に大黒ジャンクションがあります。敬語っていう方ですね。だこれ左側行きます。大黒ジャンクション、これまっすぐ行っちゃうと湾岸線なんですけど、とりあえず行きと同じルートで行きたいと思います。あ、やっぱり規制が多いですね。発煙筒帯であの先もやっぱ規制してるみたいですね。
まあ、工事注意とかで、確か横浜青葉出口もなんか今通行止めになってるんですよね、工事で。その案内でしたね今。じゃあ今標識見えてます通り、これ今右車線走ってますけど、1号羽田線方面ですね。ここが生麦ジャンクションになります。これはあの赤い矢印の方にあります K1 羽田方面ですね。これを右に行きます。もうスイスイですね。やっぱ深夜帯はいいですね。まあ逆にこんだけ空いてるから、まあね、深夜はあの人たちがちょっと増えてきちゃうっていうのも、まあ問題は問題なんですけどね。一般ドライバーからしたらちょっとやっぱり怖い思いする場合があるので、特にまあこっちまだ神奈川県なんかいいんですけど、ね、都心環状線とか都内はやばいですね。まあ一応今日は平日ですけどね、金曜日とかね、土曜日日曜日は本当気をつけないとダメですね。じゃあここで1号横羽線合流します。後ろに特に車もなくスムーズに入りました。これで高速神奈川1号横羽線に入りました。じゃあとしばらくまた走りまして、台紙出口を目指したいと思います。次は、台紙というふうに書いてあります。もうすぐこの次が台紙の出口になります。いやー、しかしこんなに走りやすいもんなんですかね、やっぱ車が走ってないと。ちょっとここにオフィスがありますんで、これはちょっと気をつけた方がいいですね。まあ自分ちょっとレーダーついてるんで今こうやって音鳴ってますけど、まあ当然ながらそんなスピード出してないんで、一応ここ60キロで、今ちょっとまあ68キロぐらいですかね、今出てますけど、まあ問題ないでしょう。まあオーバーはオーバーですけど、一応前の車の流れに乗ってますんで、でまあご覧の通りこんな感じで抜かれますけどね。ただでさえ私今法定速度超えて前走ってるんですけど、それでもこういう感じでまあ抜いてくる車はいますので、まあ68キロぐらいであれば、まあ違反は違反なんでしょうけど、まあ検挙されるレベルの違反ではないんじゃないかなとは思ってますね。まああとはしっかり流れに乗って安全運転していけば問題ないかなと思いますね。むしろね、法定速度をきっちり守ってね、周りの流れを阻害するような運転するようだと、まあ、余計に事故の誘発になってしまいますので、そこはこう首都高を長年ね走ってると、そういう流れっていうのがやっぱり分かってきますので、そこは皆さんの運転のまあなんだろう、努力というか、まあ周りの状況は把握できるんじゃないかなと思いますね。首都高の情報です。東関東道まで1号羽田線経由で30分ほどかかります。あと5分かからないぐらいで台紙出口に出れると思います。今現在深夜割引適用の時間になってます。時刻は午前1時40分ですね。じゃあ間もなく降ります。もう渋滞なくスムーズに来ましたね。やっぱ深夜帯となるとほんと大型トラック多いですね。じゃあこれ台紙出口に降りますんで、ここを左に降ります。この先東京都です。じゃあ行きは1150円かかりました。
深夜割引果たしていくらになるか。まあ普通に計算っていうか3割引きだったっけな、うん、だからまあ普通に考えればまあ大体およそ皆さん分かるんですけど、まあ一応せっかくなんでね、これだけの値段がかかってますよってことでお伝えしたいと思います。で今私わざと今左側気味に走ってますが、まあ要は1000万持って走るとこうやっぱりね、車って徐々に右側に膨らんできますんで、まあ特に今前にも後ろにも車がいないので今こういう運転をさせていただきました。はい、でここ大師出口、今大師ジャンクションの中通ってまして、ここで本線出口のアンテナ通ります。ここで料金の支払いが発生します。果たしていくらでしょうか。利用料金は920円です。920円ですね。行きは1150円で、深夜割引適用で帰りは920円。今の時刻は午前1時42分です。ということで、行きの通常料金と帰りの深夜割引の料金をお伝えいたしました。まあこれといって特に落下物もなく渋滞もなく、まあちょっと工事とか規制はやってましたが問題なく順調に来れました。じゃあこれでこの動画は終了いたします。ご視聴ありがとうございました。